はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、今日ね、12月の27日、俺の給料日なんで、ね、いろいろ買ってきちゃいました、また。ね、スコッチウイスキー。スコッチをですね、今日3本買ってきて、買ってきたんですが、で、さらにウォッカも1本買ってきて、いろいろ、ちょっとね、スコッチ嫌いとは一体何だったのか。今日飲むのはカティサークでございます。これね、前から飲んでみたかったんですよ。これはですね、なぜ買ったかというと、こちら、にちゃんの、ボースレでは、5つ星の評価を得てまして、こちらが、アルコール度数40度。これが、輸入者及び取引先が、バカルディジャパン。これバカルディのあれか。原産国はスコットランド。スコッチですからね。となってます。ね、こちらをですね、今日買ってきた、カクテルグラスで、100均で買ってきたカクテルグラスでいただきたいと思います。どれうまいかな。お、こうしてみるとなんか、シャンパンっぽい。あれ、色がなんか薄い？なんか薄い気がする。おい？色薄いぞ。こんなもんだったか。そんで乾杯。軽い。香りも弱い。口当たりが非常に水のようだ。はあ。なんかすごいですね。スコッチ？というかこれはウイスキーか。まあウイスキーなんですけど。口当たりが非常に水っぽい。なんだけど、後からこう、あ、ウイスキーだなー、みたいな。確かにスコッチの独特のこの、なんか、まあ、あれはありますけども。非常に飲みやすいですね。飲みやすい。これは、カティサーク。カティサーク。カティサークじゃなくて、カティサークか。1923年に誕生。カラメル着色をしないライトでスムーズな味わいが特徴。あ、やっぱ色薄いと思ったもん。マッカランやハイランドパーク、グレンロセスなど高級モルトを使ったエレガントなブレンデッドウイスキーだって。ライトでスムーズなスコッチウイスキー。あー、やっぱなんかライトなんだな。あ、値段が980円って安いやつですね。安かったです。普通に安かった。やっぱ人気なんですかね。
結構大々的にこう、売られてましたけどね。すげえ、確かにライトだ。すげえ飲みやすい。なんか、まあ、言うなれば、ちょっと水っぽいかなーって、水割りっぽいですね。最初から。最初から。でも度数は40度ですから、まあ、なと。いう感じでしょうか。あ、ウィキペディアがないですね。カティサークの、あれがないですけど。全世界にその飲みやすさが広く受け入れられてますって。はあ。なるほど。確かにね、飲みやすいは飲みやすいんですけど、度数が度数なんで、やっぱり、その、アルコールの、が喉を通った時の、まあ、ねえ、あれはあるんですけど、口当たりとか香りとかっていうのは、非常に飲みやすいですね。特に口当たりがものすごく水っぽい。うん。まあ、いい意味で水っぽい。うん。あら、これうまいですね。非常にライトなんだけども、スコッチさがほとんどあんまりない。うん。うん。もう最初からスコッチを水割りしてるようなほどの香りと口当たり。うん。ですね。うん。うん。まあ、これはなかなか飽きることはなさそうですね、この味。この味からすると。うん。どっしりとは来ない。逆の。ライトな。んですが。うん。なんですが。これはまた、なかなか。うん。うん。カティサークか。うん、まあ、うまいですね。うまい。スコッチウイスキーの中で一番うまいかもしれない。多分。うん。スコッチの中で一番好きですね。これは。これは、あれだな。スコッチ嫌いな人にもおすすめできる一品です。俺の中だと。27。コクはなし。軽い。甘みはまあ。まあで。香りもまあ。まあでも香りは弱いかな。ということで、
コクが二つ星、甘みが三つ星、香りが二つ星。おすすめ度四つ星。これ全体的に少なめなんですけどね。コクもないし、香りもないし、別に甘みはまあ普通。うん。まあ、逆に言うとライトで非常に軽い。なんか、ウイスキーじゃないみたいな。ね、ウイスキー。これは、スコッチで多分唯一四つ星。俺の中で、今まで飲んだ中で。うん。これはうまい。本当に。ぜひ、おすすめです。うん。それではご視聴ありがとうございました。